こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、女性からの評判がいまいちだった服10選というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕もですね、日頃からいろんな服を買うわけなんですが、まあそういった服を着た時に褒められるのって嬉しいですよね。ですが、まあやっぱりこう万人に受ける服っていうのはなくて、まあこういった人たちには褒められるけど、このジャンルの人たちには褒められないという形で、まあ評価が二分するっていうことも少なくないかなと思うんですね。これ分かりやすいのが男性目線と女性目線の違いによるですね、評価軸の違いってやつなんですけども、これはですね、僕自身よく壁にですねぶち当たっているわけなんですね。やっぱり男性的に好きなものっていうのはちょっとこう男らしいミリタリーだとかワークだとか古着だとかそういったものが好きだったりするんですけど、一方で女性っていうのはそういったものあんまり得意じゃなかったりだとか、もうちょっと小綺麗でシンプルな方が好きなんだよねっていうのがあったりするので、そもそもの男性に求めるファッション像っていうものが全く異なるわけなんですね。まあそういったところにですね、まあ僕もうっすらと気づいていながらも、やっぱり一服好きとしては冒険したくなるわけで、その結果ですね、なんかいまいち女性から評判良くなかったな、奥さんから評価されなかったなっていうこともですね、少なくないので、そのあたりの情報をですね、今回皆さんにしっかりめに解説をしていきたいなと思っています。あらかじめお伝えしておきたいことは、まあ様々なアイテムが出てくるんですけども、それらが決して NG アイテムではないということなんですね。アイテムには罪がないんですよ。あくまで男性と女性で好みが変わってくるというところで、女性目線で言うとこういったものあんまりこう評判良くなかったなというところを今回は挙げさせていただきたいなと思います。もちろんファッションを楽しむ上で、まあ、自分自身が楽しいことが一番という方もたくさんいらっしゃると思うんですね。僕もそういう側面があるのでよくわかります。一方でやっぱりこうファッションというのは第三者からのですね目線も意識しながらうまくですね好印象を得たいという方もいらっしゃると思うんですね。まあ、そういった方にとってはやっぱり女性視点ってすごく重要だと思うので、ぜひ今回動画もですね皆さんの頭の片隅に置きながら今後の服選びに活かしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的に女性からあまり評判が良くなかったお洋服をですね、およそ10点ほど皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まあ女性といってもですね、いろんな方がいらっしゃるので、全員が全員苦手というわけではないかなと思うんですね。ただ、いろんな方の意見を聞いていく中で、割とですね、過半数以上の方が、という形でですね、顔をしかめた相手もですね、皆さんにご紹介をしていきたいなと思いますので、まあよかったらですね、頭の片隅に置いていただければなと思っています。ということでまず1点目なんですが、こちらですね、まあ、イラスト付きでお伝えしたいなと思うんですが、ファー付きのアウターですね。まあ、この首元にファーがついたような、例えばダウンジャケットだとか、コートのようなアウターですね。このあたりはですね、いまいち評価が良くなかったですね。最近はトレンド的なアイテムではないので、そこまで見かける機会は多くはないんですが、かつては結構ダウンなんかのですね、フード部分にファーがついていたりですとか、まあコートでもですね、ちょっと色気のあるものだと、ファー付きのものがあったりしたんですが、あんまりですね、このようなファーっていうもの自体、男性が身につける上では好印象につながらないのかなっていうのは、僕自身も実感しています。まあ実は僕もですね、ファー付きのアイテムは個人的にあんまり好きじゃないので、これまで一度も買ったことはないんですね。ただ、これまでのスタイリングの中で、まあそのあたりのアイテムをですね、ご紹介したこともですね、あるんですが、まあその時の奥さんからの評価がいまいちだったっていうことも、ちょこちょことあったので、女性からの評判で言うとちょっといまいちなアイテムなのかなと思います。ちょっとキザっぽい方向性に移るか、もしくはワイルドなまたぎ感が出てしまったりだとか、まあ確かに難しいアイテムではあるかなと思うので、まあこのあたりのアイテムは好きであってもちょっと抑えておいた方が僕は間違いがないかなと思います。またはこのファーの部分が取り外しができるものを選んでみたりするとか、まあそのあたりの調整をした方がまず間違いがないかなと思うので、ぜひ覚えておいていただければなと思っています。
はい、続いて2点目はですね、ミリタリージャケットですね。このあたりもですね、女性からの評価があんまり良くなかったなっていう印象があります。例えばですね、モッツコートだとか、ファティーグジャケットみたいなもんですね。ちょっとこのあたりはイラストで見ていただきたいなと思うんですが、男性って結構このあたりのアイテム好きな方多いかなと思います。僕自身も大好きなんですね。モッツコートも大好きだし、ファティーグジャケットも好きで、両方ともですね、これらのモチーフを活かしたオリジナルブランドの服も作ってるぐらい好きなんですが、まあゴリゴリのですね、ミリタリー感あふれるようなものがあんまり評判が良くないんですね。例えば古着のですね、モッツコートとかファティーグジャケットとか、あとはオリーブの色でミリタリー感満載のものですね。このあたりに関してはちょっとガチすぎて、それ着てどこ行くのっていうような印象になってしまうんですね。かなりカジュアル見えしてしまいますし、ポケットが多かったりだとか、ちょっとこう着古したようなダランとした感じの雰囲気も漂うので、あまり清潔感が出るようなアイテムではないんですね。なので女性の視点から言うと、このようなアイテムってなかなか理解がしづらいかなと思うので、ちょっと注意が必要かなと思います。とは言いつつ、メンズファッションにおいてこのようなミリタリーだとかワークというのは切っても切り離せない関係がありまして、様々なアイテムが影響を受けてるんですね。ですので、このようなミリタリーっぽいアイテムであっても、色がですね、ブラックであったりネイビーであったりだとか、あとは素材の質感がちょっと上品に振ってあったりだとか、今の現代的な雰囲気にアップデートされているようなミリタリーワークテイストのものがあるので、そういったものであれば結構理解できるかなと思います。まあ、ファティーグジャケットなんかもポケットが4つついてるんですね。これがですね、結構トゥーマッチな感じがするという方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあ、僕が作ってるブランドだと、例えば胸ポケット2つだけに省略したりだとか、そのあたりをこううまくやりすぎ感が出ないようにですね、アップデートしているような商品もちょこちょこあったりするので、まあ、そういったものを取り入れていただければ間違いないかなと思うので、まあ、ぜひですね、ガチ勢のミリタリーアイテムにはちょっと注意が必要だということも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3点目はですね、レザージャケットですね。これもですね、僕の動画の中では何度も何度もお伝えしてきていまして、僕自身もですね、大好きで、これまでにですね、おそらく6、7着は買ってますね。僕自身大好きなんですよ。それなぜかというと、男っぽさがあったりだとか、憧れのミュージシャンが着てたりだとか、やっぱりこうレザーというものは男の憧れのアイテムとして、まあいろんな世代の方に愛されるものだと思っています。僕自身もレザーというアイテム自体は今でも大好きですし、雰囲気もデザインも含めて好きなんですが、その文脈がなかなか女性には理解しがたいというところは覚えておいて間違いがないかなと思います。というのも、レザーのジャケットっていうのはライフスタイルとの兼ね合いで言うとあんまりマッチすることってないんですね。だから僕ら大人世代がバイク乗ったりだとか、あとはバンドやってライブやったりだとか、そういうことがしない限り、あまりこうレザージャケットは今日ぴったりだぜみたいなシチュエーションってそこまで多くはないかなと思うんですね。僕自身もお気に入りのレザージャケット持ってたんですが、いつ着ようかなっていうと、年にですね、やっぱり数回あるかないかぐらいのタイミングなんですね。それも年々こう子供ができてライフスタイルが変わってくると、レザージャケット着る気がなくなってきたりするし、意外と奥さんからもそれ着てどこ行くのっていう反応されるので、やっぱあんまりですね、着なくなってきたんですね。そういった意味ではレザージャケットの持つバイクだとかバンドみたいなイメージっていうのは、まあ女性の中にもあったりするので、日常着として着るというところの理解がなかなかしづらいアイテムかなと思うので、まあそのあたりもですね、頭の片隅に置いていただければなと思います。まあ最近ではまたちょっと違った形のカバーオールっぽい感じのものだとか、カーコートっぽいような感じのレザージャケット出てきていて、僕もちょっと欲しいんですよ。だけどその気持ちはちょっとグッと抑えながら、このあたりはですね、ブレーキをかけてみたいなと思っています。はい、続いて4点目はこちら、チェックシャツですね。これはもう言うまでもなく、僕の動画の中でも何度も何度も NG アイテムとして上げてきたんですが、一方でですね、こうチェックシャツのアイテムって今トレンド的になってきていて、まあ様々なブランドからリリースされていますし、従来のおじさんっぽいチェックシャツじゃなくて、今っぽいですね、程よいチェックシャツも出てきているんですね。なので僕も今季はチェックシャツはですね、2枚ぐらい購入したんですね。まあユニクロ U のですね、
ちょっとグリーンベースのチェックシャツもなかなか雰囲気良かったですし、あとはですね、ドメスティックブランドのチェックシャツも購入したんですが、これだったら大丈夫だろうというですね、僕の中での思いがあったんですが、残念ながら女性から見るとやっぱりチェックシャツという大きな括りの中ではそんなに変わりはなくて、まあ、なかなか理解しづらいというところがあるっていうのをですね、まあ、改めて実感をしています。なんかチェックシャツの持つちょっとしたこう野暮ったさだとか古着っぽさというところに魅力を感じるわけなんですね。男性的にはこのようなこうちょっとこうヴィンテージライクだとかダサかっこよさみたいなものっていうのは結構女性からは理解しがたい世界観なんですよね。これ難しいところで、例えばですね、ダサかっこいいとかっていうような文脈で言うと、ニューバランスのスニーカーとかバブアーのビデールだとか、そのようなアイテムもですね、同じような路線のアイテムに入ってくるかなと思います。ちょっとこう古き良きアメリカを感じるようなアイテムなんですが、こういったものを男の人って大好きですよね。僕も大好きなんですよ。だけどもやっぱりニューバランスのスニーカーもバブアーもですね、今でこそ評価してくれる女性がだいぶ増えて生きやすい時代になったものの、かつてはめちゃくちゃ肩身が狭かったんですね。ニューバランスのスニーカー全く女性から理解されずにですね、おじさん履いてそうな靴ですねって言われたりだとか、バブアーのですねアウターを着ているとなんか作業着っぽいですねとか、北の国から感ありますねとか、もう結構いろいろと言われたんですね。それはもう自分自身がめちゃくちゃ体験してきてるので、まあ、苦い思い出でもあるんですが、ただですね、このあたりのアイテムもニューバランス今女性もいっぱい履いてますよね。バブアーもかつてほどのですね逆風は強くなくて、女性でもバブアー着てる方かなり増えました。ですのでこのようなアイテムの評価はどんどん高まってきてるんですが、チェックシャツがそこまで来てるかというと、まあ、まだまだなのかなっていうのは改めて今年実感したので、まあ、ちょっとこうおしゃれなチェックシャツであっても、ちょっとこういろんなブランドのこだわりのあるチェックシャツでも、女性から見たらいわゆるこうおじさんっぽく見えるチェックシャツと大差ないんだなというところは、僕たちですねファッションが好きな男性も頭の片隅に置いとくといいんじゃないのかなと思っています。はい、続いて5点目はちょっと変則的なんですが、シャツなんですけども第2ボタンまで開けて肌の露出を高めて着るような感じのシャツはかなり女性からの評判は良くないですね。僕自身もですね、いろんなスタイルのファッションをこれまで楽しんできていまして、まあ今からもう7年ぐらい前になりますかね、イタリア系のファッションが大好きで本当にいろんなブランドを買ってた時期があるんですね。まあその頃ってやっぱりこうシャツもイタリア系のシャツで、襟の開きもですね結構大きいくて、カッタウェイだとかって言われるような襟型なんですけども、そういったものを第一ボタン開けてそれだけじゃ足りないなということで、第二ボタンまで開けてセクシーに着てた時期があるんですね。これがまあやっぱりですね、奥さんからの評判が良くなかったですね。まあ当時は奥さんから何か言われることはなかったんですよ。まあファッションの仕事もしてるし、それはそれでいいんだろうなっていうことで、まあ温かく見守ってくれていたと思うんですけども、ある程度時間経ってからですね、かつてのそのスタイルについてちょっとチャラかったよねとか、セクシーさの強い服あんまり好きじゃないんだよねっていうのをですね、後から聞かされたわけなんですね。まあ同じように日本人の女性で男性のですね、セクシーさを求める方ってほとんどいないと思った方が僕はいいんじゃないのかなと思います。まあこのようなイタリア的なファッションっていうのは、やっぱりこうイタリア人の男性がするからこそ、それが色気になって様になったりすると思うんですよ。まあお国柄みたいなところもあると思っていて、それをですね、そのまま僕たち日本人がやったとて、それをですね、セクシーだなあの男性って思うことは、ほぼほぼ女性はないと思った方が僕はいいんじゃないのかなと思っています。まあ特に僕たち大人世代が肌の露出を上げてしまうことは、むしろこう清潔感とかけ離れてしまうので、僕はやめた方がいいと思っています。ましてやそこからこうネックレスなんか出てきちゃったら、まあこれまたすごくチャラく見えるので、セクシーさだとかチャラさっていうのは結構女性からすると NG テーマになったりしがちなので、このあたりはちょっとこう男性の自己満的なところがあるかなと思うので、僕自身も結構ですね、そのあたりはガンガンにやっていて、過去の写真で残っているので反省しているポイントでもありますし、やっぱまあ時代の空気感っていうのもあると思うんですよね。当時は結構イタリア系のファッションって流行だったりしたので、そういった着こなしもまだ良かったと思うんですが、今の世の中の流れ的にはちょっとやっぱり浮く部分があるかなと思うので、肌の露出に関してはちょっと注意が必要かなと思うので、頭の片隅に置いていただければなと思っています。
はい、続いて6点目はですね、ボトムスに行きたいなと思います。太めのカーゴパンツですね。これまた女性からの評価がですね、いまいちなアイテムだなと思います。まあ結構若い世代だと太めのパンツ自体は履いてる方非常に多いですし、カーゴパンツ自体もね、結構履いてる方いらっしゃるので、そこまで違和感がないかなと思うんですが、やっぱり年代ごとのこの見慣れた感覚っていうのは違ってくるわけなんですね。まあ10代、20代ぐらいまでは太めのカーゴ OK であっても、まあ30代中頃ぐらいになってくると、ちょっとこれやりすぎ感があるなとか、なんかやぼったく見えるなって感じが出てきて、これ40代以降だと本当にただのだらしないパンツに見えがちだったりするので、太めのオリーブ色のカーゴパンツはちょっと注意が必要なのかなと思います。結構僕自身もカーゴパンツも好きで色々と買ってきているんですね。まあかつてのユニクロ U とかのものでも太めのカーゴパンツとかありましたよね。そのあたりも意外と奥さんからの評価良くなくて、ちょっと太すぎないっていう形で言われたんですね。まあタックワイドパンツなんて可愛いもので、結構ユニクロ U とかのカーゴパンツとかもドカーンとでかいのはありますよね。まあそのあたりに関しては僕たち大人世代ですね、30代後半から40代以降の男性にはちょっとこうあまりですね、受け入れがたいような雰囲気があるかなと思うので注意が必要かなと思います。まあミリタリーとかもやっぱりこうオリジナルそのままだとか、かなりシルエットが緩かったりするものはちょっとこう清潔感につながらないので、女性からはあまり評価されないポイントなのかなと思います。まあここでやっぱり注意必要なのはサイズ感だと思うんですね。まあ今朝もですね、奥さんといろいろとこのあたり話しながら動画のネタを整理していたんですが、まあ大きすぎるサイズ感ってやっぱり女性はあんまり好みじゃないっていうのは改めてですね実感しています。うちの奥さんももともとアパレルの人なので、こうファッションのこうトレンドとか男性のファッションに関しても割と寛容な方なんですけども、それであっても結構オーバーサイズに振りすぎてるものはだらしなく見えるかなとか、ちょっと服が浮いて見えるのでいまいちかなっていう風に言ってたので、まあそのあたりは女性的な感覚でも共通かなと思います。トレンド感に振りすぎて大きいサイズにしすぎちゃうと結構女性目線で言うとなかなか難しいかなと思いますし、まあ最近のトレンドから言ってもちょっとデカすぎるものっていうのはだいぶ落ち着いてきてるので、そのあたりは注意は必要かなと思うので、まあぜひ覚えておいていただければなと思っています。はい、続いて7点目はですね、小物に行きたいと思います。これはですね、僕も今実装しているアイテムなんですが、こちらですね、リング、そしてバングル。このあたりのですね、アクセサリーは結構 NG と言いますか、女性からですね、あんまり理解されないアイテムの一つかなと思っています。これまた男は大好きですよね。僕も大好きなんですよ。もう本当に学生時代にはクロムハーツとかが流行って憧れでしたよね。まあいつかはクロムハーツをつけたい、いっぱい揃えたいみたいな願望もありました。その他にもいろんなですね、シルバーアクセサリーみたいなものが流行ってた時期がありますが、やっぱりですね、男にとっては欠かせないアイテムの一つがこういったアクセサリーになってくるかなと思います。で、女性からの評判は軒並み良くないです。僕もですね、よくこうバングルとか皆さんにご紹介するじゃないですか。夏場なんかは特にですね、手首とかが寂しく見えるので何かしらつけた方がいいですよというお話をしています。だけどもこれは男の感覚で、おしゃれ好きな人の感覚であったら全然 OK だと思うんですが、女性視点で言うとなきゃない方がいいよねっていうところなんですよ。キザっぽく見えたりだとか、変に色気を出しすぎるのもあんまり好きじゃないっていう女性の方が圧倒的に多いので、なのでしない方が間違いがないかなと思います。ちなみに我が家の場合はですね、バングルとかこのようなリング一つまではいいんじゃないっていうですね、意見なんですね。割とファッションが好きな女性だと、まあ男性のアクセサリーもまあ似合っていればいいだとか、やりすぎなければいいっていうところで、まあ1、2個であれば OK っていう人もいらっしゃるので、そのあたりはバランスかなと思います。奥様とか彼女さんに聞いてみるのもいいかなと思うんですが、基本的にはない方がいいっていうのは間違いがないかなと思うので、まあこのあたりは注意が必要かなと思います。で、まあギリギリですよ、このバングルとか指輪はない方がいいですね。結婚指輪とかそれだけにした方がいいかなと思います。まあ、僕はあの結婚指輪もこの前結婚10周年を迎えてですね、新しいものに変えました。あえてもファッションリングにしたんですね。そうすればまあこれ自体もですね、一つのアクセサリーとして生きてくるので、アクセサリーの着用点数の1個としてもそんなに違和感なくはめられるので、こういったものをつけているんですが、まあせいぜい3点までにするようにしています。本当であればもっとつけたいんですよ。ピンキーリングとかもつけたかったりするんですが、ちょっとトゥーマッチな感じにしますし、僕の動画のコンセプトともちょっと離れるので、まああえてしないようにしてるんですね。ましてやこうピアスだとかネックレス、このあたりの顔周りのアクセサリーに関してはめちゃくちゃ評判良くないですね。これはやめておいた方が
いいと思います。やっぱり男性視点で見てもちょっとチャラいかなっていうところもあったりするので、難しいアイテムの一つかなと思うので、まあ自分の世界観の一つとして振り切れる方はいいと思うんですが、まあ結構世の中の9割ぐらいの方は、なかなかですね、ピアスだとかネックレス、特に僕ら大人世代がすることに対しては、ちょっとこう抵抗感ある方も多いかなと思うので、そのあたりは注意をしていただくといいかなと思っています。はい、続いて8点目はですね、メガネなんですけども、これもね、僕よくやっちゃうんですよね。カラーレンズ入りのメガネ。これもね、いまいち評判良くないですね。僕もですね、これ、カラーレンズ入りのメガネなんですけども、まあ、これって実はそんなにカラーが強めに入っていないんですね。まあ、いわゆるこうサングラスだとか濃度の濃いメガネですよね。このあたりになってくると、やっぱりチャラいんですよね。なんか色気とチャラさっていうところもやっぱり女性にとってはカテゴリーが同じで、ちょっとこうあまり評判が良くないなと、こういった感じで歩いてると、もちろんですね、夏とかでドライブするだとか、その海に行くとかであれば全然いいと思うんですよ。そうじゃなくて日常的におしゃれでするのであれば、やっぱりそれはあんまり受けは良くないなっていうのは実感としてあります。確かに僕も今向こう側に鏡あるんですけど、チャラいなと思って見えてます。なのでやっぱりこのあたりは注意の必要なアイテムかなと思います。とは言っても僕はメガネ大好きなんですね。で、カラーレンズも大好きなんですよ。なので、こちらに関しては、レンズ、これ、ゾフさんのやつ入れてるんですけども、ブルー系のもので、ほとんどですね、透明に見えるような、うっすらブルー入ってるぐらいのものにですね、濃度調整をしてるんですね。これが濃くなればなるほど、チャラく見えるので、まあ、ギリギリですね、このあたりが。ですので、そのあたりも意識しながら、レンズから選んでいただければ、全く問題ないかなと思うんですが、まあ濃いめのカラーレンズに関しては割とチャラく見えるので、そこまで女性からの評判が良くないというところは頭の片隅に僕も置いておきたいなと思っております。はい、続いて9点目はですね、これまた僕もですね、実際に持っているので、まあ非常にですね、心苦しい部分ではあるんですが、これですね、頑張って買ったちょっと高い時計ですね。このあたりは女性から全く理解されませんね。まあ女性も時計好きな方も中にはいらっしゃるんですよ。だけど今ではやっぱりアップルウォッチを持ってる方とかは増えましたし、まあスマホでいつでも時間が見れるので、時計自体はですね、以前ほどはこだわりを持って選ぶ方は少なくなりました。で、男性においてもですね、結構世代によりますね。まあ僕は今40代前半なんですけども、僕らと同じ世代でも正直そこまで高級な時計に対する憧れってない人の方が多いかなと思います。同世代で買ってる人はほとんどいなかったかなというところで、僕よりももうちょっと上ですね、40代中頃以上だと、やっぱりこう時計に対するですね、憧れだとかちょっと高級なものを持ちたいという欲があるんですが、やっぱりそのあたりは女性からは全く理解されません。時計でしょって、時計にそんなにかけるのみたいなところで、まあちょっとね、やっぱり理解できない分脈なのかなと思います。まあ、旗から見るとやっぱり時計もですね、そこまでデザインが女性目線から見ると違いが分かんなかったりするんですね。それに対して何十万も、場合によっては何百万もかけるという価値観は分からなかったりするので、そのあたりは結構ですね、頭の片隅に置いといてもいいのかなと思います。その一方で、まあアップルウォッチだとかそのあたりに関しては割と理解してもらえたりするので、まあそういったものでちょっとね、バンドとかを変えながら楽しむのもいいかなと思いますし、まあ高級時計を持つことが男のステータスだとかファッションにおいてのマストだっていう時代も、僕はもうそんなに意識しなくてもいいんじゃないのかなと思ってるんですね。とは言いつつ、僕自身はこの時計買ってめちゃくちゃ良かったなと思いますし、おそらく一生付き合い続けていくアイテムだとは思うんですね。だけど今ゼロベースで買うかどうかっていうところを問われたらちょっと疑わしいかなと思います。なので無理をして高級時計を買う必要は特にないかなと思うので、まあその浮いたお金でいろんなものを丁寧に買い揃えていくっていうのも悪くないんじゃないのかなと思っています。はい、続いてラスト10点目、足元に行きたいと思います。これはですね、素足にローファー。まあもちろんですね、素足はなくても、ベリーショートソックスにローファーですね。このスタイルだとか、あとはビットローファーと呼ばれるような、ちょっと金具のついたローファーですね。このあたりはなかなか女性からの評価が得られにくいアイテムかなと思います。まあコインローファーに関しては、すごく印象はいいんですよ。ベーシックな革靴なのでいいんですが、これこう素足で履くような感じですね。ボトムスの丈もですね、8分丈ぐらいにして、もう本当にこうね、
素足感が見えてしまうっていうのが、もう女性からの評判が良くなかったですね。これはイタリアファッション前線の時に僕もやっていましたが、やっぱりね、女性から見ると、なんだろう、キザっぽいなとかっていうところで、なかなか理解がしづらい文化だったのかなと思っています。まあ、それだったらやっぱりソックス履いてローファーぐらいの方が、まあバランスは取れるかなと思います。まあホワイト系のソックスにローファー合わせたりだとか、グレー系のですね、リブのしっかりと入った靴下に対してローファーだとか、そういった形の方が断然ですね、理解がしやすいかなと思いますし、まあビットローファーに関しては、これはどうにも難しいと思いますね。まあ男性の特にアパレル業界の人だとか、ファッション好きな方はビットローファー大好きなんですね。僕も欲しいなと思ってた時期があったんですが、まあ一応奥さんに尋ねてみると、まあこれに関してはもう即答で NG でしたね。それぐらいゴールドの金具の感じとかがあんまり評判良くなくて、チャラく見えたりだとか、バブリーに見えたりするみたいなので、このあたりもちょっとよく考えながら、奥さんと相談しながら買っていくのがいいかなと思うので、まあぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では女性からの評判が良くなかった服10選というテーマでお届けをさせていただきました。これも完全保存版かもしれませんね。結構ですね、知らず知らずの間に買ってしまいがちなアイテムがすごく多かったかなと思います。僕もですね、今回10点出しましたが、まあほぼほぼ買っていますと、ほぼほぼやってきた失敗の一つかなと思います。いや、失敗じゃないんですよ。別にですね、女性目線でファッション楽しむことが全ての正解なわけじゃないわけですよ。まあ、自分が好きであったりだとか、自分がテンション上がるのであれば、それはそれで正解なので、振り切っていっちゃうっていうのも僕は全然ありだと思うんですね。ただいろんな価値観でファッション楽しむ方もいらっしゃるので、中には女性からの評価だとか、まあ、女性及び第三者の意見というところを意識しながらファッションを構成するという方もいらっしゃると思うんですね。特に僕ら大人世代ってそのあたりの感覚ってめちゃくちゃ重要だと思うんですよ。もう一人よがいのファッションやってる場合じゃないよねっていうのも僕自身の中にはどこかにあるので、このあたりの今日の感覚というのは頭の片隅には置いとく必要はあるかなと思います。理解はしてんだけども、でも今日は自分の好きなファッションやるんだっていう振り切りがあるんだったら全く問題がないかなと思うので、ぜひこの2つの感覚を持ちながら皆さんにもメンズファッションを楽しんでいただければなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思っています。こちらのチャンネルではどちらかというと女性だとか第三者視点に基づいたアイテムですとかコーディネートの解説を行ってるんですが、まあ、実はですね、もう一つ僕はですね、 YouTube のメンバーシップチャンネルというものもやっていまして、そちらはですね、完全に男目線なんですね。僕自身が実際に趣味で買ってきたものだとか私物だとか、あとは今売っているものなんかでこのあたりは服好きの人にはたまらないですよというのをですね、濃密にお伝えしているのが YouTube メンバーシップチャンネルなので、まあ、そちらの方気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらチェックしていただきたいなと思っています。僕はメンバーシップチャンネルがあってすごくですね、幸せなんですね。というのも、まあ、普段のチャンネルっていうのはなるべく多くの方にファッションの楽しさをお伝えするっていうですね、そういった意味でやっているんですね。ある意味で僕自身が普段めちゃくちゃ着てるっていう服ではなくて、使いやすいものをですね、ご紹介してるんですね。まあ、僕個人はですね、割と癖のある服も大好きだったりするので、そのあたりをですね、表現してるのがメンバーシップチャンネルなので、まあ、よかったらですね、そちらも覗いていただければなと思っています。また今回の動画もそうなんですけど、僕の動画ってめちゃくちゃ長くなりがちなんですね。そこまでに見る時間がないよという方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらは動画じゃなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日行っています。僕もですね、ほぼ毎日記事書いてますし、僕以外のスタイリストだとか専門家も記事を書いてくれています。また参加者の一般の方もですね、記事を書くことができるので、日々いろんな記事を読むことができるので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。